UD のストリートファイターオールバトルビッグマッチ、はい、皆様こんばんは。ストリートファイターシリーズ全てが集まるチャンネル UD のストリートファイターオールバトル、スーパーストリートファイター 2X からストリートファイター5まで、その歴史を築き上げてきた猛者たちの戦いをお届けする夢のチャンネル。本日はビッグマッチと称しまして、ストリートファイターシリーズのエキシビジョンマッチを行います。本日進行を務めさせていただきますキャベツです。よろしくお願いします。そして本日実況のぬきさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は解説をお二人に来てもらっています。はい、まずはサソリさん。はい、サソリでございます。お願いします。そして秋田さん。はい、解説の秋田です。よろしくお願いします。はい、手前でこの早いね。早いね。なんかね、もうちょっと自己紹介がって言ってくれたらまあよかった。いや、なんか流されたよね。いや、俺喋ろうかなと思ったらもう次の感じか。あ、そっか、ごめん。全然今喋ろうかなと思ってたのに。じゃあすみません、気を取り直して喋ってもらって。いや、でもまあ夢のチャンネルってことで、僕は日曜2345やってたんで、そのいろんな人の人となりとかも分かるし、結構その実況してて面白い組み合わせを結構やってくれるから、すげえ楽しみにしてきましたね、今日は。そうですね、ありがとうございます。僕の方はまあサシシもコタカも一緒にずっとやってたやつだし、僕はもう今5一色なんで、まあ、せっかくだからこういう機会に呼ばれてしっかり喋ろうかなと思って今日は来ましたので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、僕ですか。僕はあれです。すげえ。いや、確かにそう思うよね。さっきそうだからね、これね。もう一回やばいよね。ちょっとなんで呼ばれたのかなっていうレベルなんですけど。いやまあちょっとサードはやってました。サードやってました。はい。だからサードと X も興味がすごい、関心がすごい強いんで、サソリさんにガンガンちょっと聞きたいことを今日は質問してぜひ。秋田すごいのが、俺 X をサソリ君とガチで当時現役でやってた時に、後ろでずっと見てんの好きなんですよ。で、こうした方がいいんじゃん、ああした方がいいんじゃんとか言ってたら、俺竜の竜巻にすげえ気が狂ってたの。ふざけんなよ、この技作ったやつマジ気狂ってんじゃねえかと。上りが無敵で、下りもスキンゼロなんですよ。マジで狂ってるでしょ、狂ってるね。まあまあまあ、20年前のゲームだからしょうがないじゃん。まあ、ブンブン振り回してくるわけ。これ強えで、秋田がそれ後ろで見てて、いや、この弱はこうで、中はこうで、まず弱、中が分かるの、中はこうで、こうすればこうなんじゃんとか攻略をその場で発見したの、後ろでぐらいすごい人なんで。すごくない？多分ストリートファイターチャンネルも秋田最終的に完成形いったらやばい。確かに。ストリートファイターの解説の神になる。どこの世界行っても秋田より詳しい人いないみたいになるから。総監督じゃん。やばい。後ろで見てるだけでそうなっちゃうからね。ちょっと僕のファイブも見てもらって、教えてほしいです。それお願いした方がいい。俺ね、弟子も2人いるんですよ。バナオとトクラっていうスト5の弟子がいて。やってないよね。そう、常に弟子がいるの。どうでもいいけど早く始めてくださいって言われて、ところでこれなんですけどって言って、それを見てたから、俺が強くなっていくのを秋田が結構俺教えてもらったのがあって、それ見てたから多分ね、トクラとバナオもそれに。マジか。しかもバナオなんて結構人に教えたがるタイプなのに、確かに秋田のあいつ、人のことすっごいずっと下に見るんだけど、秋田さんはっていう、その、バナオに認められてる人間で相当少ないんだ。てかもうそれいいね、わかりやすい。バナオが認める人って、確かに間違いない。7人ぐらいしかいない。だってバナオってあのスト5でバイソン使ってんのに、スマックもログも認めてないから、ね、いや、そう、まあ、嵐でしょ。そうでも秋田に関しては秋田さんがいるんだったらっていうぐらいの人なんで、最初は確か分かんないことも秋田あると思うんだけど、今後このストリートファイターチャンネルが1年間後にやっぱ秋田さんになると無理だなってなるから謙虚に言ってはいるけどね。俺は思いますよ。頑張ります。弟子入りしますもん、じゃあ。はい、じゃあそんなわけでですね、本日のプログラムを紹介したいと思います。画像の方が出るんですよね。はい、こちらになってます。来た、はい、来ましたね。ビッグマッチと称しましてですね、まずスーパーストリートファイター 2X は伝統の一戦、小高商店対サシシ、
そしてサードストライクが巨人襲来、早尾対バナオ、早尾対マッチ、そしてストリートファイター5が頂上決戦、はい、エイリアンウェアのネモ対チームグラフトのフード。これめちゃくちゃ豪華じゃないですか。うん、めっちゃ豪華。え、これあれなんですか、うん、第1回目なんですか、この番組は。この番組自体は1回目ではありません。え、このビッグマッチはやってんの前に。コンセプトマッチは、あのね、だから一番最初は、うん、そんな感じ。あ、じゃあ一応2回目一応2回目あ、そうですね。これも、これが結構こういう豪華系のやってきたいな的な感じなんですか。あ、最初俺大久保さんと、うん、オトチュンアニケン対って2位にコンセプトマッチ。ああ、そこが最初で、一番最初。なるほど、なるほど。このチャンネルの一番最初。そうです。なるほど。じゃあ今後何これやっていくってこと、全然見たいカードがあれば言ってけばいいってこと？いったもん勝ち。俺言っていいですか？俺一個じゃあでかいのあります。何もうね、梅抜き。あそれはタイトルは、タイトルは全部、あの理想は全部なんですよ、全部なんだけど1個だけって言うんだったらサードだね。俺昔梅原と実は R の結婚式を二次会で、ヴァンパイアセイバー03なんだっけな、サード、うん、X とかを全部やらされたこと。え、マジで？え、じゃあそれ動画探してきて、もう流っちゃう。違う、それの動画を、大沢明が経営してたゲーセンでやって、撮って R の結婚式のプレゼントって結婚祝いに渡すってことだったんですよ、うん、その R が欲しいっていうから、うん、して大沢明が録画を消してもこの世には存在しないんだよ。やったね。持ってない実は。あ、じゃあ、あれ撮ってたのはいたから知ってるじゃん。あれ大沢明が録画消しましたから何それないですよ、これ。先輩じゃん。しかもすごいのが6勝6敗だったって。あ、すごいね。そう、12試合やって復元できないよ。いや、できないですね。大沢明がちょっと大沢明そういう試合が見た。俺はね、俺ちょっと X でずっと前からあって、うん、あのね、無敵ガエル対オトチュンを超見たくて、俺ね、俺ガエル戦超得意なんですけど、うんうん、あ、無敵ガエルはちょっとすごい別格で、チュンリー戦はね、うん、それオトチュンがどうやるのか見たいとか、うんうんうん、サードだったらボス KO超見たいですね。見たいね。だからなんか、そういうのやってって、あの、要望すればいいんでしょ。そう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 、お願いしますみたいな、うんうん、なんか僕は、まあ、俺自身がもしやるとしたら、多分、抜きさんかな、うん、抜きさん自身とやるのはちょっと自分でやってみたい。ああ、やりたいね、うん、一番やったもんね、今更だけど、X ね、お互いやってる時で休んじゃうけど大体一緒だから。確かに、確かにそうだね。いい勝負すんじゃねえかなと思ってる。確かにね、ほんと面白い試合になるから、まあ、リュウチェンリはいいカードだね、面白いからね、そんぐらいかな、うん、秋田なんか僕は、デシケンさんと、あー、デシケンシリーズ、そこ行くの、デシケンシリーズみたいな、デシケン富永かな。あー、見たいかも、ね、見たことないわ。デシケンさんは強いよな。デシケンさん、あの嵐をどう止めるか。デシケンさんが勝っても、うん、サードやっぱすげえゲームだって盛り上がる。富永が勝ったらやばいんだよ。やっぱ嘘そう思ったんだよ。ダメじゃんと思って。ダメだよ。これはこれデシケンこれは、いや、正直に言ったんだよ。正直に言って見たいんだけど、これやっちゃダメなやつなんだよ。なるほど、なるほどね。デシケンさん勝たないと大変なことになるから、うん、富永さん勝った場合お蔵入りみたいな感じ。そう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 、あ、それいいね。だって収録してるのバレないから、ね、そう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 、どんな富永どんな仕事だよって話になっちゃうから。だからそういうことをやっていく番組なんですね。そうそうなんです。なるほど、そうそうそう、分かりやすかったです。はい、はい、はい、ではですね、はい、ルール説明なんですけれども、まあ、こちら5試合選手お先ですね、はい、全てのタイトルが5試合選手となってまして、はい、キャラ変化は不可と、はい、あ、かぶせなし。そうですね、いいっすね、はい、男の子先です。はい、スタッフの時にね、ちょっとかぶせ合いすぎてね、うん、確かに、ね、男の子先がいいなって俺も思ってたんだ。確かにね、うん、というわけですね、はい、はい、じゃあ早速試合の方行ってみましょうか。まずは、スーパーストリートファイター 2X になってます。お、はい、リュウ対ガイルですね。そうですね、インタビューの方が先に流れるんですかね。はい、はい、それではお願いします。最初に組み合わせを聞いた時の印象、小高とやるってなった時ってことですよね。そうですね、ほんと強いガイルなんで、ちょっと、まあ、頑張れるかなって、ちょっと怖かったですね。あの、対戦相手小高さんにどんな印象を持ってましたか。はい、あ、すごい頑張り屋さんなプレイヤーなんで、やっていけばやっていくほどどんどん強くなっていくプレイヤーだと思います。今までの
対戦成績ですか。覚えてる限りで。ああ多分もう何万試合以上もやってると思うんですけども、詳しい数字は全然わかんないんですけど、だんだん最初は多分僕のは勝ってたと思うんですけど、距離がっていうかまあ負けがどんどん混んできて、今じゃ多分自分が持ってる、まあ、竜が有利だと思ってるんですけども、キャラ差以上の勝ちは、取れてないんじゃないかなと思ってます。組み合わせでいいのは先ほどちょっと竜有利とおっしゃいましたけど、はい、やっぱちょっと竜有利だと思ってる。そうですね、6-4ぐらいかなと思ってます。駆け引きのポイントとかどういう対戦になる。竜側はですね、結構いろんな竜のスタイルがいるんですけども、まあ、僕が、まあ、あの鳥かごに持っていく竜のスタイルと置き攻めで倒す竜のスタイルって2つに分かれると思うんですけども、まあ、僕はその鳥かごに持っていく竜のスタイルなんですよ。そのスタイルだとあのもうボタン押し反応ゲーみたいなところですね。で逆に、置き攻めで倒す方はどう効率よく真空を貯めるかっていうゲームだと思うんですけども、まあ竜側はそんなところです。何か対策とか練ってきたとかありますか。いっぱい対策考えてきました。もう何万試合もやってるんで、ちょっと身内もバリバリでやっていきたいと思います。最後に意気込みが、はい、すごい楽しい組み合わせなんで、面白さが伝わるような戦いにしたいと思います。ありがとうございます。最初に組み合わせを聞いた時の印象は、はい、そうですね、まあ一つ始めて、まあ、ガイル始めて、まあ、多分数えたんですけど、多分今日で10万試合ぐらいだと思うんですよ、約。でそのうち約、まあ、7万3000試合は、まあ、殺死竜で埋まってるので、まあそれをかなっていうのはありますね。対戦相手にどんな印象を持ってました。まあ、印象はそうですね、まあ、ずっとまあ、このゲーム、まあ、リュウとガエルって、まあ、まあみんなすごい面白いって言われてて、まあそのなんつうんですかね、まあ、まあ集大成じゃないですけど、まあその中間点を見せたいなっていうのはあります。はい、今までの対戦成績とは、まあ、覚えてる。これ対戦成績はね、まあ一言で言うと、まあ、桃源郷ってことで教えてもらっていいですか。はい、まあ、まあその戦績は、まあ、そうですね、ということで、はい、組み合わせでどっちとか、まあ、これ、まあ、結構言われるんですけど、まあ、正直このゲーム、まあ、初代からスーパーまでとあと X なんですけど、まあ、多分スーパーまでガエルっぽいんですよ、システム上多分ガエルの方が強いかなと思うんですけど、まあ、その疎通の最後のシリーズの X で、まあ竜は、まあ、カプコンが多分ガイルを倒すために、まあ、X をつけたかなっていうのは思いますね。まあ真空なんですけど、まあ、そこで、まあ、ダイヤが結構持つことによって変わるんで、まあ、今のところそこしか言えないですね。はい、駆け引きのポイントとかどういう対戦になるんですか。駆け引きはですね、これも話すと長くなるんですけど、まあ基本的に常に純度 90% の読み合いが続くんですよ。まあ、他の組み合わせもすごい面白いと思うんですけど、まあ連動が高いんですよね。で勝った時に、まあ、ちょっと 100% に到達するような、まあ、試合を心がけてますね。何か対策を練ってきたりありますか。対策はまあ、今日までちょっとガエルと、まあ、アフター同伴毎日繰り返し頑張ってきました。はい、最後に意気込みと、まあ、意気込みはそうですね、まあ、カプコンが生んだ、まあ、長く培われた技術と結晶の中間点を、まあ、今日とりあえず見せたいなと思います。はい、そこ勘違いされるよねこれ。いやキャベツさん、うん、
何なんですかこれ。いや僕ねサシスさんお初にお目にかかったんですけど、はい、あの小高さんは、はい、まあ、いろいろ語録を生む方っていうのは、うんうん、まあ、いろいろ聞いたんですけど、ね、もうね本当にすごかったでしょ。いやいやまあそれはだって俺とサソリ君は一緒にやってた、うん、これさ何やっぱ仲いいと正直な話意味わかる、うん、意味わかんないから分かんない分かんない、うん、そうだねって言って、うん、そうだねって言って終わる、うん、なんかさ、なんかさ言わないまで意味はわからないんだけどなんかもしかして深いのかなって思いながら聞いてるんだけど全然理解できない。それはねいつもなんですよ、うん、あなるほどね。でこの二人の人となりをやっぱ一緒にやった X の俺らが喋る感じなんですかね。そうですね。この2人ってもうちょっと簡単に話すとサソリ会っていうまあ会があるんですよ、うん、X に、うん、まあ、会長なんですけど、うん、あ、そうなんですか。そう、それの、うん、まあ、サソリ会のメンバーで、うん、この2人実は、で龍太がいるとやっぱすごいいい対戦で、で小高って他の龍に負け越してるのほとんど俺見たことなくて、うん、ないね。ただサシシにだけは9-1つけられたの当時、で平均18連敗とか、そうそうそう、もう毎回見るたびにまあ、サッシの上に点数18点ついてるみたいな、うん、マジで。そうそうそう、で最初そのプロデューサーに、うん、いや今回の1戦目は、うん、サッシさえ小高で行こうと思ってるっていう話を聞いて、いやそれ9-1だからやる意味ないよ、うん、って言ったら、うん、いきなりなんか最近はいい勝負になったとか言って、うん、って聞いて、うん、で今サッシもそれ言ってたからマジびっくりしたよね。あの時 9-1 だね、大体十何連勝は当たり前、当たり前だったよね。それは割と最近までそういう試合ないよ、2年ぐらい前かな。でサッシがもう2年全然やんなくなっちゃったから、まあ、そこでかなり攻略が追いついたんじゃないかな。いやだからめ小高勝ったら結構感動やばいよね。そうだね、まあ、この前もオトチュン倒してるし、うん、あそうなんだ。あの最近小高はすごい、まあ大田さんとかも、いや小高最近強いわ、だからみんななんか、うん、あの変なやつって言ってたのが、うん、ひっくり返ってやっぱ強い。だからサソリ会の中でもやっぱチーム戦やったりすると、うん、とりあえず小高相手のキャラ見てこいだった小高くんが、うん、こう大成長してすごい強いって言って、うん、えこれ男子といい勝負いやあるね、あるね。俺もやったけどやっぱ強くなってたね。あそうなんだ、うん、小高は強くなって、めちゃくちゃ楽しい。サシさんはじゃあ外部戦飛び抜けてる竜ってことでいいのか。飛び抜けてる、いや俺はね、うん、現役の梅原のより上手いと思う、うん、いや俺も思った、あの俺無敵ガイル対梅原のと3人でよく X やってた時があって、うん、その時すげえいい勝負で梅原もめちゃくちゃやっぱガイル戦上手いの、うん、でもサシシはそれのなんか梅原がやりたかったことをなんか完成させた男だったの、ね、本当に。だから小高がやられてんのまあなんかしょうがないっていうか、うんうん、小高他の竜にあんなに勝つのに、うん、サッシにだけ詰まされててっていうところを見てたから、今回のこのコンセプトマッチすっげえいい、うんね、試合見れんのかなっていう。これじゃあその名カードっていう話題になったら必ず最初に出てくるじゃない、格ゲー界で。そうですね、それのじゃあもう至高の対戦が見れるっていう、もう超トップ同士の戦い、うん、で俺とサソリ君からしたらまあサシシゴタテでしょっていう印象が、まあ、ね、歴史で終わってるんだけど、うん、それを小高がその何年もやっててサシに追いついた形っていうのをこれから見れると思うとかなりワクワクするよね、うん、そうだね、そこはやっぱりサシの精度がとにかく半端ないから、うん、まずそう、いや本当にね、うん、これから見る人思うけど半端ないんだ。そうそうそう、その例えば竜の竜馬ソニックブームって見てから竜馬に抜けるのって、うん、コマンド完成させなきゃあれほとんど無理だよ ね、 だね、でもその距離で打ちそうなところでは絶対竜巻のコマンドがサッシュ入ってて、うん、ただ大ケーボスだけにしとくみたいな状況を常に作ってるんだけど、対空は 100% みたいな、うん、そうだね上張って横張ってっていう3点はある。で中足とできたら大足を蹴る、まあそれは小足と中足を見て、うん、まあ技が動いたから蹴るぐらいなんだけど、うん、でも大体別に壊しで誘ったりするとさ、うん、どんどん遅れてって波動で押されちゃうじゃん、うん、だからそういうのとかもあるから、うん、っていう印象なんだけど、どうすか会長、まあまあ、流通会として、ね、一番見てほしいのは、うん、その真空溜まるまではまあガイルがソニックブームを打ちまくって、うん、ガイルがまあ有利な展開、うん、そこから最初はやっぱガイルが有利、そこから真空溜まってしまうともうソニック打てないので、うん、
まあ、だんだん竜が詰めていく、うんうん、画面に詰まった竜ガイルが最後まあ真空をこうソニックに合わせられたら死ぬし、うんうん、そこをこうどう小高がしのぐかっていう感じ。あ、じゃあ最初攻めて真空止めるまでにどんだけ体力を奪って、そう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 、最後どんだけその真空を辛い思いして吐かせるかは その使わせる前に殺すかみたいな試合ってことか。分かりやすいし面白い試合の絵面はすごい分かりやすいですね。体力的にはちょっと竜が体力払ってガイルを追い込む展開になるはず、うんうん、なるほど。でそこで、まあ、サシシの精度っていうのはそこなので、うん、1回でもちょっと甘い行動を打った瞬間に真空が、うん、まあ、6フレがバーって出るんで。そうなんだよ、ね、すごい。いや、早いんだよ、マジ早いんだ、出ないから、マジそれ出ない、出ないよ、あのね、出ない、あれこの瞬間にサシシの竜巻が飛んでくるから。いや、出ない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 、大丈夫、大丈夫、出ない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 、マジ今日見てほしいわ。あともう一個だけ、もう一個だけ見てほしいのは、素人でもプロじゃないと分かりにくいんだけど、うん、ソニックと波動拳で両方消えるんですね、こう当たると、はい、消えた時に、うん、ガイル側が裏剣をバチンと、うん、その硬直中にやって、うん、はい、竜がバシッて食らう場面があるんだけど、うん、まあ、その食らう精度がまず少なくて、うん、その食らうかなって思ってガイル側が打った裏剣に対して、竜がついてくるから、うん、その速度で、うん、そのなんだろう、裏剣と波動拳とその見切りの、はい、近距離の攻防をぜひちょっと上手い人目線で言うとそこは見てほしい。なるほど、マニアックだけどいいな。ほんと1ドット、うん、1ドット裏剣をかわしてその手についてって画面を押すっていう場面があるんじゃないかな、はい、なるほどね、その相殺できんじゃねえかって打ったら1ドット届いてなくて、この裏剣の戻る力を歩いてくるね。わかりました、すげえ。じゃあそろそろね、はい、生徒たちがね熱中症で倒れるそうなので試合の方行きましょうか、はい、マジこれ楽しみなんですけど、まあ、僕ら見てないからわかんない全然わかんないよ。いや俺はもうあの7年前だったら 5-0 確定だから確かに確かにマジか。いやマジで7年前よね。じゃあ見ましょう試合の方、早速早速ではないんですけど、はい、お待たせしました。はい、行きましょう。そうですね、まあ、出際です、見といてください。出際もう笑ってんじゃん。何出際ですって出際よ、サッシ笑っちゃってるもん。サッシ笑うから、まあ緊張してるわ。出際ですって何マジで気になる。あのまあ、あのソニックの出際ですね。あ、そういうこと。出際に出際、開幕のことじゃないの。そうです、うん、開幕じゃない、ソニックの話じゃない。絶対開幕の話をしてるの。いや俺これさ、あの4人で家でテレビ見てる感覚になったんですけど、僕実況できてるんですよね。大丈夫大丈夫。はい、それでは、はい、さしししリュウ、おいちょっともっと間違ってビッテこれこれなんですか、ちょっとあ、ステージ、あ、違う違う、キャミステージまで行く。あ、キャミステージは、あ、あのね、はい、これもね、ちょっとね、まあ、やるんだったらね、あのね、俺とサソリ君もそうなんだけど、うん、まず CPU 戦で、うん、あのキャミーまで行くっていうのが基本の流れなんですよ、タイマン100とかやるときは。まあそうだね、キャミーステージが、うん、あのこれね、うん、処理は昔のゲームだから、うん、背景にさ、あのさ、うん、鳥とかいいんじゃん。 あれのせいで、ちょっと、うん、あいつそんな邪魔してないんですよ、別に。あいつじゃないんだ、あいつじゃないんだ。例えば、ホンダステージのお風呂とか、お風呂でちょっといきなり飛び込みがちょっと楽になったりするの、処理落ちでね、ゾウとかね、インドで。だからそれでいつも CPU で行くっていうのが基本なんだけど、大体ボケてボケて見てない、何これ画面見てない。でもここを映してるのは何、この解説をさせるため。そう、びっくりしたんだけど、ここってもう X 線がの基本なんだけど、これ絶対分かりづらいよ。分かんないね。まあ俺はもうずっとだってもうバルログステージとホンダステージとかあのスピード2倍違うから。え、マジで全然違う。2倍2倍優しい。いや多分2倍ぐらい違うよ ねホンダとあのバルログは。へえ、ここ普通もうスマホ見てなきゃいけないところなんじゃないの。確かに確かに、そうだね、うん、最近っていうか、しかも実はフェイロンステージやりやすいから、やりやすい。まあでも見てる人から見ると、まあ、キャミーステージがこの人喋るだけじゃなくて、なんか動きが面白いっすよ。やばいな、また貸しよって。これさ、あれじゃない、密着取材でも全然いけそうじゃないですか。いや、これでも、ね、今多分対策を考えてるふうな顔してるけど、多分何も考えてない。いや、全然考えてなさそうにしか見えない。だってもう目が絶対何かを考えてる目してるから。やば。あ、てか何、ここを映したかった感じだろ。あ、間違いない。びっくりだろ、これ。この人としてる相当つぼだな。これ絶対食しとかけられるやつ。
ずっと見てないよ。ずっと見てる。いじりすぎだろ。友達ですから。我々。サソリ会の会員ですから。会員ナンバー7ですから。うん、番号もあるんだ。番号ないです。ないです。ないですけど、一番下なんです。最後なんです。ああ、なるほど。じゃあ僕がちょっと待って、あれ終わっちゃった、あれ終わっちゃったの、どっちかったの、どっちかった、どっちかった、やべえ見てなかった、どっちかった、あまだ今のさ間違った動画だった、もしかして合ってる、合ってるんですか、ちょっと忘れ、いや結構いいね、まあまあそうだよね、うん、いやでもなんか今のが見せれてる、あ違う違う違う、そうここから始まるから、ここからですね、はい、あこれも試合で、ちなみにキャミのもんね、CP 取ってみる、まあここまでいくら気温なんですよ、 X の最初に言っとくと、コタカは 1P も 2P もソニックは変わんないです、なるほど、そこ重要なんですよね、サシシは 1P も 2P の両方唯一対空が出る竜です、さあそれではサッシ竜対コタカガイル見ていきましょう、はい、コンセプトマッチです、まさに見方先で中盤スカッシュ投 げるまず、これ見てからですね、見てからじゃない、いや見てからです、竜巻を、はい、竜巻のコマンドを完成させといて、これです、この中足の戻りをしっかり蹴ろうとしてる、してて、お前中足に空振らせねえだろってところで、あ何これ、そうで今の中足空振れねえだろうで、そうちゃんと歩いて、サシシー、スタイル来てくれースタイル来てくれ、いや本当すごいか、バケロン、だからさっき俺が言った間違いないですよね、ただ今の中足に多分気持ちが入っちゃった、気持ち入っちゃった、さすがにお前スタートしねえだろってところは今ありましたよね、そうですね、ちょっと波動拳とソニックの総裁施設竜が押してる場面で、あもうでこれはね、そうもう無理せず溜めてる感じですよね、ますと前飛びしたあ、ここは僕は今真空でちょっと完成させなかったのかな、一応距離的にここはもうかくんないので、とりあえず竜としてはじっくり近づきたい、なるほど、歩きたい、これコタがもう下がるしかない感じですよね、そうですね、これ見てからなんですよ、今の真空が間に合わないんで、で固めて、うわぁ、ダイゴスダイゴス2回かなんだこれ、まず先に取ったな、サシシ、まあ、キャベさん言った通りですよね、ちゃんと俺たちが言ってたことやってますよね、うん、確かに確かに、さっきのなんか中足を蹴りますよってプレッシャーかけといてから歩いて近づいてるんですよ、リュウがガードしてるんですね、全然そうですね、でもいや、直ガードしてるんでよく見てほしい、ボッタチバックス、あーまずは灼熱で燃やして、ここはアントニーミスター、これはケインです、これ必要ケイン、画面端を維持するために必要ケイン、なるほどなるほど、ダイヤシでソニック、ここはハオケミスだと思う、ハオケミス勝利、ここは出るんです、歩いてってもまあ飛んでるの見てますよと、でも真空プレッシャーで真空持ってます、ここで真空のプレッシャー、おアントニー珍しく見せて、まあ画面端難しいです、これは真空止まってガードで削りなーとか使いましたね、もう一瞬じゃガードですね、ほらじゃガードで止まんなきゃっていうところなんです、おーこれ大根お見事、ま、ガードどうするこの回、はい、ちょっとこれ勝てねーよいやーこれは理想的なの、サシになってしまうのか理想的な理由ですね、もう一回このおー逆にだから大変さん、あれサソリさんの、いやあれはあれはもう乗り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 、お前歩いてくんだろっていう、そうですね、これはちょっと間に合わなかった話か、うお今裏剣で間に合わないからと思ってスタブしたコタカが偉いです、なるほど、ここですね、ここ我慢する、リュウは我慢、リュウは我慢でしっかり真空溜めたいところなんだけど、まあ焦っちゃうところ、これ読みですよね、今の読みですね、あれ多分打たないで待ってても罪ですからね、まあまあゆっくりやるかもう殺すか、うん、まあでも5ドットぐらいしかなかったですから、ね、おかよく投げが、ダイゴス、ダイゴス、ダイゴス初めて見たレベルのマニアックなれんけ、タツマキ、これラビニー読みですね、アントビー、これね、ソニックを打って分からないことに説明すると、ソニックを打ってもらってますよね、シンクあります、シンクあります、サマーオーガードシンクあります、これ削りでは死なない、あ、死ぬかもしれないけど、バックジャンプ間に合います、うわマジかおたさん、すげえ、あ、すげえ、ホントしてるすげえ、ホントサッシもさすがにやりすぎた感出してますね、ここから切り替えてくるじゃないですか、311まず開幕ハード打つか打たないかと、打ちますね、で画面端を、まあ、どんどん打っていくと、ガイドは下がる、これはやっぱりリュウは真空溜めたい感じ、真空溜めたいけども余計なダメージを食らわないために飛びを意識しながら、はいはい、まあ、連打で波動拳打っちゃうと飛ばれちゃうんで、なるほど、これが先ほど言った出場経緯で、ここですね、いかに画面端意識しながら裏剣もらわないで、もらわないとこにいるなあの距離明らかに裏剣もらわない、いるんですよ、ここすね、あこの真空のプレッシャー、
これもうだって解説の人も見てれば分かる。これもう見てれば分かる気持ちが、ね、誰もがそうす、ね、今ワクワクしてるんじゃないですか。これはこれがリュウガエルですよ。一応まあサッシの方は弱と強の波動拳使い分けていて、はいはいはい、弱は総裁用、はい、で強は相手を飛ばせるようですね。なるほど。そこあの読みちょっと遠かったですかね。いやちょっとあのまだ焦っちゃってる気がする。なるほど。ここでしっかりガードで自分のターンが来るのを待つんだけど、まあ、展開早くてちょっとこういう感じですね。焦ってしまうと小田がちょっと強くなってんのにサッシもちょっと驚いちゃって驚きを出せない感じがあるんです。焦ると言ってもあれ当たってたら多分真空圏内で感じになってるんで、多分ガイルが読んでるのがすごいって話でもあるわけですよね。そうですね。竜巻に関してこの成長は感じない。まあもうこういう小田普通の竜がやると小田に竜巻はまず当たらないです。ああそうなんだ。そこまでちゃんとあの考えられてソニック打ってるんで弱中強。へえ。ここも裏に入るかなって、あ、で、ここですね。裏を当たって入んないってことで打たないですね。さすが小高で、まあ、サッシもだいぶ使っちゃってるんでまだちょっと焦ってる感はあります。なるほど。ゆっくり歩いた方が竜はまあ、あのガードできるんで直前で、はいはいはい、だいぶ使っちゃってるところにちょっとソニック刺さっちゃってるかな。でこう苦しくなっちゃうと、はい、もう竜は行くしかなくなっちゃって、ね、ここで当てれるからです。おー、ダイヤしかよ。マジか。これね、クラブブレードが変わるんで、あえて食らって投げる。そうです、そうです。アントミでガードさせて中足と投げの2択にね、シークルとね、行くっていうところで、あえて食らって投げに行くっていうガード想定で択に行ってるのに勝つんですよね。そうなんですよ。本当だったら引き分けにすればいいんですけど、やっぱ焦りを読んでね。すごい。まあ、もう小高リード。そうですね、ここら辺が面白すぎる。ここら辺からまあ台足なんだ。いや、ビッグ狙ってきましたね。あれ台足がある時は台足だとダウン奪えるから。そうそう、ダウン奪えるから、ね、ガイドのターンが継続します、ね、はいはい。うおー、これはここが先ほど言ってたあのゾーンです。ゾーン、うお、中足に台足戻りに波動打つか、まあ、ソニックを打っちゃうと、うおー、これ小高もなー。おー、小高が刺さんない。あーっと、苦しい。あ、これは波動、波動終わりですね。勝利点確定ですね、まあ、どっちでしょうか。そうですね、波動波動で終わるんでワンチャンのダブルにかけるっていうところですね。開幕はうお、歩いて大足してないとはね。これやばいっすね、今のさ、あえて下がるところで前に来るの読みの大足ですね。まあ、ずっとガイルは総裁しながら、はい、どっかで飛ぶよ、もしくは中足でこうターンを取り直すよっていう。この後もガイルターンです。竜巻がもう相当先読みじゃないと当たらないので、竜は我慢して全身ガードしてやるか、まあ今みたいにぶっ放すか。もうだいぶスサイボス、あれ当時見たことなかったから新しいな。まあ波動ですね、取り囲すね。波動しかし波動、うわー、ま、やるわー、この距離怖い。すげー強気打ってく。ここですね、止まれる。うわー、こんなかわー、水か。あれ真空があるとちょっと、処理落ちがかかって今度はちょっと難しくなるんですよね。はい、カマですね。こういう逆画面端、うわ、ここで勝てみたい。これはそうか、やってきましたね。カマ、やれな。ダイゴスを打つとね、ガードモーション取っちゃうんで投げやすいんですよ、ね、影抜いて。こんな感じですね。今たまたま裏もありましたけど、今度はサッシか。前取りしないで竜が若干ハードメインでゆっくり近づいていけば逆転はないです。これはない、絶対ないですよね。あー、やりました。しかも相手サッシですからね。まあ、しょうがない。これはやはり真空の持ってる竜にリードされてやっぱきついっていう感じですかね、うんうん、でもやっぱ5先なんで序盤に竜巻結構見せてるんで、そういうかもしれない。あー、ありますね。なんかフェイントジャブとか増え最初よりちょっと多いな。そうですね、出てきましたね。さあ、灼熱でダウン奪っていく。うわー、しっかり選択がすごいですね。めっちゃ遅いんですよね。あれ遅いですけども、裏剣にしないでしっかり大足入れてきますね、うん、まあ、あそこは多分10万試合って言ってる、うん、理由が、うん、ここ今のあの裏剣、裏剣スカッシュの大足、まあ、あれは大足はリターン取りに行った感じですね。はい、まあ、むずいってことですよね。端継続のために歩いていく、うん、さあ、シンク溜まったぞ。ここですね。ただ、裏剣すらないですね。うわ、飛んだ。うわ、これはクライシンク減るな。あー、ただ投げに行ったとこ様ですね、うん、今のアントリーミスですかね。アントリーミスかつからフォローの中足、中足切って、この一回切られた時のガイルの精神的ダメージが結構でかいですよね。うまいな。
ですね。もう基本的にガイル側はリュウに対して半分ぐらい体力まずこう取りたいんですよ、はいはい、真空溜まるまで、はい、で残りをしのぎつつリュウが焦ったところを殺すと。なるほど。いや今の体力が動いたのです。回してんすよね真空で、動いたの時にだけパンチを押すっていう。これが差し入れ。ここ我慢する。これこの道読みやばいですね。股間からでダイヤ式フレーム的にはおかしいんですけど、道読み全開に行くってたのが出てますね、ここでね。こういうのもやっぱ X の面白さ、お先の面白さでありますよね。ここになってバックジャンプっていうのも別にありはありなんですけど、はいはい、まあ、あの見てると、まあ、つまんないのもあるんで、ガンガンいってる。あー、ラララララミスとミス、珍しい。うわ見てから真空、これガイル全然ライン上げられないですね。いや難しい。まあでも小高のスタイルが後ろに下がりつつカウンター取って、はいはい、あの戦うスタイルなので、うん、まあこういう構図にはどうしてもなっちゃう。うん、小高の前飛びが少なくなったらまあ余裕があるのかなっていう。なるほどなるほど。まあ、今のところ結構前飛びが刺さってるんで、うん、まあ、ちょっと今苦しい。大ボスザンクスきますね。うわ、こんな逆に差し返す。うん、まあ、見てからですね、もう合わせてますね、うん、ちゃんと中盤で暴れてもいいし、ね、ここあ、裏剣、これ塩剣のやつか今前、この前、あの、ね、顔剣にね、このゲームたまになんか技が刺さらない時があるっていう現象が起こるんですよね。へぇ、チューニングなんですけど、うん、今のそれでスカッパーの時に、うん、そうですね、ダイヤシやべえの逆にの。今日は全部先ですね。吉田選手昇竜拳。あー、投げ読みの前飛びですか。苦しい。珍しく遅れた。真空食べたい。さあ、たまるところで答えた。ちょっと今、差し出しから、おおおおおおそこでそこで波動拳と見せかけてお前飛ぶんだろう。ダイゴス、ダイゴスしないとあれ技出しないと昇竜が脅せない位置だから、小高も割と安全な飛び込みではあるんですよね。そこまで大光線に飛び込まれて近づくっていう、あ、ドットで真空溜まるからどうしても食べたいっていう演技だったよね。なんですよね。ドットまでしといて波動だろ、そうそうそう、でこっちを止めるところだよっていう位置からの大光昇竜、お見事ですね。波動で溜まったからこそのジャンプでそれを、これうわー来た、なるほどなるほど、裏剣、あ、いやこれガイル使いですら勘違いするぐらいのフレーム向上。いやでも小高のこの総裁の時の技の選択肢の選び方すごいっすね。これ本当にやり込みだと思います。うわぁ3対 3! 熱すぎる。え、これあのいい試合だけ残してるわけじゃないですよね。大丈夫ですよね。すげえいい試合、いい試合ですね。すごいなこれ、小高さんから一回そう言ってやがりました。いい試合だけ。さあ、あと2先技術はないんですよね、うん、5先で先に勝った方が勝ち。さあ、裏から竜巻、これミスですね。開幕竜巻リスク高いんですね、待たれてると一気に弾いちゃうんですね。あ、そうですね、うん、いや開幕竜巻やるときは、まあ、完全に刺して見てからやつです、うん、さあ、これは裏剣で返せないところでハードレンダーしている。あ、ここでもうガイルのターンです。しっかりこうガイルのターンを無視して、おお、これはあらららららら、ちょっと焦って焦って、お互い焦って、すごいな。さあ、中継体育渋いっすね。もうこれ体力リードしてる状況だとあんまり前行く必要ないんで、これはどっち有利っすか、この状況。この状況はもう全然ガイルは有利だと思うんですけど、もう吐いたら終わりっすよね、シンク。これ焦っちゃって、うわこれは、おお、お互い焦ってるぞ。確かに、でも分からない、真空が刺されままだ出ない、よっぽど先目じゃないと刺さんないんで。うわミスる、プレッシャー、確かに笑っちゃった、やっちゃった顔してますね。林つながるんですよね、つながります、ね、今のサマーよく変わらしたな。今サマー出させて完璧に中足で大打線差し返していく、すでに切ってる感じですね。本当に見てから切るんですよこの人。へえ、ありえないですよね。うん、ありえない。もうこれはお前バックジャンプだろうって、そうですね、安定構造なんですよ本当。リュウ前に歩く時だけって、うん、中足切られるから中足出しにくいところで今度は投げが来るんで、うん、で投げ抜けすると今の中足灼熱の2択。ずっと中足灼熱、安定中足灼熱、安定中足灼熱を投げの2択で常に足で使っちゃうので、そこをだからアントビがすごい難しいんですよね、端は特にって、はい、画面端でバックジャンプ
してるのはあれは波動に対して、そうです、波動の先読みですね、見てから無理だから溜め作りながらバックジャンプしてかわせてたらソニックがあるよ。そうですね、ソニックを1回でも打てればガイルがこうガイルのターンになるんで、そこで画面押しをもう一度してっていう感じ、そのバックジャンプを読んでの練習ってことですよね。そうです、どうせお前バックジャンプだろうと思ってさっきの場所今日ドットマジかドットマン、はい、これはきつい、楽しいガーンとしてもね、あそうですね、 X はガーンとしてもスパコンゲージがたまらないんで、そうですね、どうにか必殺技を打つしかないんですよね。なんだこの試合。さあ先にリーチをかけたのは小高商店ガイル、リーチか、7年前9-1だったこの戦いを小高がすごいね、小高4か修行で修行でここまでなれるのかと、やり込みですな、やり込みやるだけじゃない。さあサッシも負けた、一番負けたくない相手と、そうですね、本物ではない。もう逆さや竜巻めぐりが投げ返す、でしっかり波動拳読みの先読み、しっかりダイゴス投げて、ここつなげてですね、ガイルのターン、これはシングルがない、ガイルのターン、かなりきついぞこれ、あさま、あここはまだ打つしかないっすかね、打つしかないじゃんだっていやきついぞ、あさしり、あ小高商店リーチです、マジかすげえ、フラケン、ここは初の投げいきましたね、バッチきた状況、もう一生勝ってるというところを、もうやめない、アントニー投げて受け身、ダイヤさーしている、うん、裏剣いいっす、それで波動剣でゲージ溜めてますね、もう波動剣信じてくれ、止まねえだろと、どんな信頼関係だ真空削ってバックジャンパー呼んでましたと、すげえ信頼関係、やばい、波動10回ガードされましたねお前安定コード取りたいんだろうという心の人間の心理戦が今かなり見えましたね。そうですね、でも真空絡まないときつそうですね、いや厳しいですね、やっぱり真空持ってるからこそソニック打ちにくくなってっていう、これ真空どうなの、勝利これでも切り返して、そうですね、波動をしっかりやってれば、まあ、負けることはないです、うわこれ使わせるガードガードうわー、ダイヤシのスキリちゃんうますぎる、シャクムズいかないいかうわ、下は飛び当たったな、これはやばい、ならない、まあ、あの状況はずっと、さあ、2回目の真空食べれるか、それともこのまま、小高が大変し手話戦争だ、手話戦争だ、まだ来ない、勝利当たらない勝ったのは小高商店、すごい、マジでうわなるほど、最後のもう台足だったからこそ削り切れた感じですね、そうですね、あれ裏剣だったらダウン取れてないから、分かんなかったですよね、全然、これ9-1だったんですよ、7年前、いやひっくり返ってるじゃないですか、いやね、うん、いやしかもサシシのレベルは全然衰えてなく、うん、俺とサソリくんが言ったこと本当だったでしょ、うん、まあ確かに、竜巻打って台足に台足ちゃんと全部差し返すみたいな、うんうん、いやすげえ試合でした ね、 全然知らない人もレベル高いのは分かるな、そう X 見たことない人でも、うん、なんとなんか伝わったんじゃないっていうかさ、スパス X ってさ、やっぱさあの年齢層が上がっててさ、うん、まあ正味変な言い方だけどおじさんゲーって言われてると思うんだけどアスリートやんけいや確かにアスリートのゲームに見えますね、うんうん、無理だよこんなの、若いやつらじゃできねえよ、いや本当に前ダッシュないのに早いんですよ、うん、展開が、そう前ダッシュじゃないん、あでまあね、一応理由は第5戦が前ダッシュっぽくなるんで、そうは見えたかもしれないけど、でもすっごい早い展開が、すごいっすね、これを100とかやるからねそれは酸素欲しくなるよ確かに、いや小高商店さんおめでとうございます、これ小高さんからのインタビューとかじゃないですか、勝利みたいな、ないですか、ちょっと聞きたかったな、確かに、小高さんから聞きたかったんだけどあのね、それは小高さんだから聞きたかったいや、すっげえね、あのね、なんか嬉しくて、あの、そう、しゃべ、あの、それプリプリしながら喋ると思うから、あ、そうなんだ、確かにね、欲しかったかもしれない、いやでもすごい、まあ、シンプルでしたね、うん、もう本当に、うん、シンプルで分かりやすくて、うん、画面端連れて行ってサソリ君が言ってる、しのぎならガエルは勝つし、しのぎきれなくてバックジャンプしたらあの苦しい真空の気持ちが分かりますね、でも一番俺がすごかったと思ったのがその秋田がした、うん、あと1回波動拳で溜まるって言った時に龍、うん、がここにいて、うん、ガエル側が
ここでジャンプしたら、うん、大キャッシュ出したら昇竜拳で落ちるけど、うん、何も打てなかったら空ジャンプになって昇竜拳がスカルって位置で、うん、でお前波動打ってもこっちの飛びは1回はガードさせるか、うん、空ジャンするよってところで、うん、大ゴスで近づいてて昇竜拳で決めたシーンがあったじゃないですか、うん、俺あそこもサシシがね、うん、あれガイルだって超最前提じゃないですか。いや完璧な飛びですよね。絶対波動だし波動じゃなくても死なないんだよ、うんうん、そう前ゴスじゃなかったらね。そう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 超ぶっ放しのリスク高い大ゴス何されても中足に食らいに行くようなやつをやられてない限り大丈夫なはずがそれをやられてたんだよね、うん、いやあれそこがなんか勝手に MVP の場所つけたんだけど、ね、そこすごかったなっていうところですね、まあ、でも負けた指し身の動きを見てると、うんうん、まあ僕がちょっと見た感じですけども、うんまあ、細かい精度がやっぱりまだ戻ってないところがあったのと、あの例えば台足が2回転目にガードしてたのを見て、昔だったらそこに大勝利合わせてた、まあ絶対やってましたね、そう絶対やってたねみんなほら梅伝説とかあるじゃない、うん、だからそれ実際にやってたのを見てたから、うんまあ、そういうところとか、あとはまあ全部小鷹の飛びが刺さってたのはまあそれはまあしょうがないかなと思うんですけど、うん、これがもう5先やりましょうって言ったら多分逆転するんじゃないかなっていうような波動の打ち方をしてたんで、うん、X5 先足りなくないですか、うん、もう今度のなんかこうエキシビションじゃなくて完全にスパッツ X だけにして小高対サシシの100本マッチみたいなとか、うん、100本はねもう、まあ、いいとこだけ、うん、いいとこだけつまんででも30とかいや俺なんかねこのストリートファイターチャンネルいいと思ってて、うんうんうん、30だけ見たいもう本当にいい試合があってこれ足りなかったよねみたいなのって会員の人から集めてさ、うん、30とかもいいかもしれないよね、うん、いや X だからこそかもしれないけど、うん、30は、まあ、早いしね X は30、うんうん、大体俺らやるとき50とかだったよね 30×3 セット3セットとかでもう携帯に丸×つけてじゃあ1回休憩みたいので捨てて、まあ、時間も結構3時間ぐらい取られるでしょ。そう大体で大体俺たち一般庶民は、うん、キャミ CPU のキャミ出るまで待つんですけど、うん、姉貴さんいいからテルテルテッテンって入ってきてキャミ、うん選んでくるっていうね。大人キャミーやってくるからあの時間がちゃんと大人キャミーだから、ね、だから会社には内緒で来てるからそう時間帯ずつ大体4時ぐらい集合って言われるから、うん、4時は仕事してるんだよなと思ってでちょっと待ってキャミー行くから待ってって言うとああもういいやのきさんはっつってそのキャラを殺していくっていう懐かしいですね。いや懐かしいですね。いや小高さんおめでとうございます。おめでとうございます。いやこれいいね、この面白いね。面白かった。この二人これで終わりは嫌だね、うん、もうちょっと見たいね、うん、もっと見たいね。いや次30いいね、うん、次30しましょう。小高対サッシー、しかも今回サッシーしめっちゃ悔しいと思うよ、うん、そうだね。だって昔休止つけられたやつにいくら7年経ったとはいえしっかり負けちゃったじゃん、うんうんうん、だから多分またその要望にも応えてくれるんじゃないかなっていう、うん、そうですね。楽しみにしましょう、はい、むしろサッシーがまたこう X をやってるっていうのは僕らにとっても嬉しいし、そうですね、本当に見てほしい人だからな、サッシは、うんうんうん、ぜひぜひ、はい、そんなわけでスーパーストリートファイターズ X でしたね。はいはい、はいはい、で次は、サードストライクに行くんですけれども、その前に告知があるそうなんですけれども、これですね、7月6日木曜日、はい、21時から灰谷和の子ゆかどん定例放送、サード決勝リーグ直前紹介ですね。サードがもう決勝リーグ始まるんでね、それの直前放送ということになってます。はい、秋田さん出ます。秋田さんもいらっしゃる。お秋田も来る、はい、なるほど。してその翌日7月7日金曜日21時からサード決勝リーグ前半戦と、はい、して7月15日木曜日21時からサード決勝リーグ後半戦、ここで優勝者が決まるわけですよね。はい、なってます。そして UD の格ゲーチャンネル番組スケジュールというのがありまして、運営コメントの方にあるんですかね、URL が、はい、出ますので、そちらの方を見ていただけるとチャンネルが一覧が全部わかるというふうになってます。いやー、出ないか、さっきの暑さがまだ、そうね、熱がやばいね。なんかもう下手したらあれの余韻だけで2時間いけちゃうんじゃないかぐらいのね、あれで2時間は喋れるね、うん、ここで、うん、でもなんならちょっともうお酒買ってきてくださいみたいな感じになっちゃうもんね俺飲めないけど付き合うよって感じになる、うん、よく考えるとそれずっと後ろで見てた秋田さんは結構豪華だったよね。いや秋田、秋田あんなの見てたんだね。ずっとこうやってそうだよね。俺らのだって俺らの30、うん、もう ×3 なんでさ、うん、もう麻雀ファイトクラブ
ブの一席は秋田専用席。そう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 ずっと後ろ後ろのバーガーホワイトクラブは客何人よく飽きた。こうやっていや俺もうね出が座りだから今日は誰今日誰見るかなっつって来た瞬間いいのいるじゃん始めようっつってなるほどねそれ秋田はねそうなんですよ、うん、でそこで攻略を思いつい、うん、普通さ、うん、なんか 見る人ってさ見るのが好きだからって言ってさ、うん、思いつかないじゃん、うん、あれ出した方が良くなんじゃないとか、うん、隣で一人男始めてくれんの、誰かに金それもだそう誰かに金渡してちょっと竜で入ってみてっつってで竜巻打ってっつって、うん、そこの全部のファジーみたいなとこもいきなり、うん、何それこれでいいじゃんみたいな。こんなの15年とか20年のゲームで誰も思いつかなかったことを人の対戦ミスと思いついちゃう攻略能力いやまあすごいですその人が解説してくれてるんだからさあ秋田さんに教えてもらって強くなれないわけないねなれないわけがないね、うん、それはいいんですけどやっぱりね思ったの X 面白すぎる、うん、やっぱ X もっと見たいですね、うん、またお願いしますってことでだってもう X は入ってるんだからもう毎回 X は、うんまあ、あとはキャラクターの人が濃いから、うん、いろんな人が面白いですね。確かに確かに。確かにまあ、ここの二人だけじゃなくって、うん、あのねもっと面白いマジでいっぱいあるから。いっぱいね。本当に俺ら X もいっぱいやってきたから、うん、面白すぎる組み合わせ多すぎる。うん、本当？いや本当にもう、ね。でも俺小高さん単品だけでも全然いけるよ。下は面白い。人はあれ小高商店より面白いやつはいないけど。だって一人で店開いてんだもん。だから人としてはあれなんだけど、うん、プレイとしてはもう相当な組み合わせ。そうなんだ。多分三年は持つよ、うん。X だけで。マジで？漫画の題材になるぐらいだからやっぱり。ああ確かに確かに。それぞれがキャラクターだよね。漫画になってみんなそれを読んで面白いぐらいだからね。うん、であの上のうんこめ大丈夫ですか？大丈夫。あ出てる。あもう出てるんですね。はい。小高。まあ小高レギュラーありかもしれない。まあリムとガイル誰と組み合わせても面白いから。小高対誰で？まあいつかこの解説してはサソリ君ともやってほしいね。あそうですね。サソリさん見たいよ。そう。相当やってたよね、小高。僕多分いけると思います。おーい、ね、出た、ま、ちょっといい。それと見てた人、うん、見たら多分わかると思う。いや、これ番組終わりに小高さん呼べるようにしといて。あー、見てベガ立ち。そうそうそう、ベガ立ちしてたんですよ、それ。いや、本当に勝ってた。あ、そうなんだ。あのね、リュウで。俺、サソリ君結構デビュー時期がちょっと俺より遅いぐらいだったね、うん、で最初ねガイル戦めちゃくちゃ下手だったんだ。超下手だったね。だからめっちゃやってたよね。いや一生竜巻でこうタケコプターしてた。そうもう早速ガイルはひどかったからね。ソニック嫌だよね。それじゃ強くなんねえだろうと思ってたけど、それがソリ君相当攻略してね。今の竜で、ね、勝てなかったガイルに勝ってたからね本当に。そうなんだ。なんか歩きダイヤシが全部歩きダイヤシ弱勝利に化けてヘラしてめっちゃヘラヘラしながら勝ってたから。それでも芸者もあるからね。うん。なるほど。まあ、ちょっとやりたいですね。いや、X ぜひね。抜きたいサシシも見たいですね。ああ、うん、逆の俺ね、最後100やった時、54対46で勝った。やばい。勝ったんですよ。勝ったんですよ。抜きサシシも結構殴り合いになるから。はい、スパテックスのトークがなかなか終わりませんけど、はい、終わんないから。はい。ここは、もう次に行かせてください。さすが名MC。いやいやいや。やっと切ってくんねん。こっち一生終わんないから。そう。俺しかも、こういうの繋ぎだと思って喋ったら、うんこめ熱だからね。ちょっと MC 切ってもらわないとごめんなさい。すいません。あのうんこめトラブってんのかな。サードに行かしてくれ。サードね、はい。サードね。はい、次はサードになります。はい。でそこから会員限定途中から。うん、あ、はい、わかりました。サードの途中から、はい、有料放送に切り替わるということなので、はい、よろしければ入会の方お願いします。いや、今後の X 考えたらね。はい、X は、はい、X はわかりました。はい。サードの方に。MC 切り替えてくれ。ぶれないね。いいね。もう行かないと、もう行かないと。はい。というわけでですね、はい、早尾対バナオと早尾対マッチの試合となっております。はい。はい、まずはインタビューの方ですかね。はい。はい、お願いします。でしょ。いや、まあ、きついなっていうのが、まあ、正直な感想ですね。バナオさんは、まあ、竜使いで、まあ、おそらく電陣を選んでくるだろうなと思ってるんで、まあ、そこがやっぱりきついのと、まあ、マッチ君は豪気なんで、やっぱりこれもきついなって、どうやって粘るかっていうところになるんかなとは思います。はい。なんか、両者バナオさんからです
と、まあ、対戦した記憶がほとんどなくて、さっきちょっと和直さんと話してたんですけど、多分最後に対戦したのが9年前の埼玉ポピーという、まあ、今はないかな、そういうゲーセンで対戦したのが最後なので、印象としても動画での印象でしかないんですけど、なんかコンボミスが多いのかなというところがやっぱり印象に残ってるんで、そこをうまい具合にちゃんと最大反撃とかそういうのを入れていけたら、まあ、いけるのかなとは思います。マチさんはね、もう本当に苦手意識が強くて、これももう相当前の話になるんですけど、一度関西にマチ君が泊まりに遊びに来てくれたことがあるんですね。でその時の宿が僕の家だったんですけど、その前にあの大阪のモンテカルロっていうゲームセンターでちょっとサードを対戦しようっていう話になって、まあ、対戦したんですけど、3本とも P で、ま、僕が負けて止めるのやめようかなと思いましたねかなりもう豪気もそうなんですけど、マッチっていう人に対してちょっと苦手意識があるかなというところなので、まあなんとかもう十何年ぶりの対戦とかなるんですけど、まあ、克服できたらいいなと思います。ちなみにその時あの泣きましたマッチ君止めてる横でちょっと泣いてました止めてる限りの今までの対戦成績とか、どんなもん。バナオさんに関してはこれはもう何とも言えないんですけど、多分間違ってたすみません、多分勝ち越してるんじゃないかなとは思います。でマッチ君に関してはもう負け越しではあるんですけど、一方的になってるのもあれば、まあ前線してるなっていうのもあったんじゃないかなとは思います。その当時は一応全敗ではないです。はい、どっちにしてもヒューゴ不利かなと思いますけどね、うん、はい、駆け引きのバナオさん、まあ、キャラだけで見ていくと、まあ、おそらく電人の竜になると思うんで、いかに投げとか竜巻とかですね、まあ、ダウンを取られる技をいかに食らわないか、あと画面端に行かないかっていうところが、まあ、ヒューゴ側の頑張りポイントではないかなと思いますね。で電人発射された時の読み合いは本当に相手がいつ話すかっていうタイミングになってしまうんで、本当にそこまでいかないようにする、徹底するっていうのが、まあ、キャラ対策ですね、はい、マッチ号機これはねえどうしようかなって感じですけどね、まあ、基本的に飛び込みは相手のゲージが溜まってたら昇竜滅殺号波動でほぼ完全対空ってなっちゃうので、まあ、地上で頑張ってでもたまに飛んでくるんですよね。その飛びの種類が動きは豊富なので、いかにそれをさばくかっていう形になると思います。具体的にはまあシュートダウンを早め遅め、あとは垂直ジャンプばらまいたりとかっていう感じになるんじゃないかなとは思います。はい、対策まあ、僕といえばギガスみたいなところがあるんで、多分ギガス警戒されてると思うんですけど、まあ、メガトンでいこうかなと。いや嘘ですギガスを選んで、まあ、おそらく警戒されるんですけど、まあ、いかにかいくぐってギガス当てるかっていうところが、まあ、僕のやりどころ、やりがい、見どころ、多分期待されてるものなのかなと思いますんで、そこをちょっと頑張りたいなと思います。やったんどやったんど、勝ったらもうこっちに引っ越してサードやり直せっていうぐらいの感じでよろしいでしょうかいえ、ありがとうございます、よろしくお願いします。まあ、最初に早尾さんと、はい、組み合わせていた時に、まあ、どんな印象か。まあ、とにかく嬉しかったですね、単純にやれることが。あんまり対戦する機会がない人だったので、僕が一番やってた時期には、早尾さんはやってはいたんですけど、関東の方に来ることっていうのはあんまりなかったし、交流することはなかったんで、こういう機会をいただけたのはとても嬉しいです。今まで早尾さんにどんな印象を持ってるんでしょう？最強のヒューゴーっていうだけですね。やっぱりこっちにいるヒューゴー使いとかと比べるとちょっとレベルが違うので、だから、やっぱり想定するのは早尾なんですよ。でかい大会とかで上で当たるとしたら他のヒューゴよりはあり得るんですけど、
っていうので、まあ、なんだろう、僕の中ではもう妄想の産物ですよね。これをやってくるレベルなんだろうなっていうのをいろいろ想定しながら考えてたっていうような感じです。今までの対戦成績とか覚えてますか？1-0です。9年前に埼玉ポピーっていうゲームセンターがまだあった時に1試合やって、それ以来なので、その1試合でこれマジで強いんだなって思ってっていうの以来ですね。これは今回は負けました。 1-0 負けです。はい。そこそこ竜だと思いますね。その昔対戦した時も他のヒューゴとやる分にはかなり勝ってて、もう考えなくていいなと思ってたぐらいだったので。なんか組み合わせ駆け引きのポイントとか、まあ、どういう対戦だったのか。まあ、まず竜側のベストの SA 選択っていうのは電磁波動拳だと思うんですよ。その体力の多い相手に対して一回触ったところでダウンを取ってリターンを取ってっていうので相手の動きを制限しながらスタンチを貯めていくっていうのと、あとこのゲームバグなのか知らないんですけど、スタンしてるヒューゴがしゃがみくらいになるんですよ。でこのゲームってしゃがんでる時はダメージが 1.25 倍になるんで、ピヨってる時のフルコンボが丸々全部しゃがみコンボになって乗るっていうのがあって、でヒューゴ側としては SA 選択が結構厚くて、ハンマーマウンテンだと電磁波動拳を近ければ抜けれるんですよ、弾抜けで。なんだけど立ち回り抑制はやっぱりギガスの方が強いっていうので、人によって分かれるポイントですね。何か対策とか、まあ、今更ですよね。今更なんか付け焼き場で何かをやるっていうわけではないから、まあ、今までの僕のサード貯金がどんくらい生きるかっていうことだと思います。まあ、ずっと想定して融合対策を考える上で想定していた相手なので、その自分の今までの攻略っていうのが合ってたのかどうかっていうのが証明されるかなと思ってるんで、ちょっと楽しみです。はい、ありがとうございます。はやはサード、僕もサードの初期からやってるんですけど、はやはもサードの初期から、まあ、西側の、まあ、有名プレイヤーとして、まあ、名前が売れてて、やっぱまあライバルじゃないですけどかなり意識してね、大会とかでも当たる時とか、まあ、意識してた相手なんで、まあ、それを、まあ、ゲーム出てから20年近く経ってここでそういう対戦を、ね、みっちりやる機会を設けてもらって、まあ、嬉しいですね、純粋に。早尾さんに今までどんな印象ですか？まあ、あのヒューゴーっていうキャラは、まあ、あの今でこそ防御手段がいろいろ増えてきて、まあ、あの体力もあることからそこそこ相対的な地位は上がってきたと思うんですけど、やっぱ出た当初投げキャラであんま強くないっていう印象だった中で、やっぱあいつはもう西で勝ちまくってて、やっぱもう怪物なんだろうなっていうのがあって、まあ、今でもやっぱその引きつける、まあ、投げキャラ使いに結構多いと思うんですけど、そういう見せるプレーができるプレイヤーだと思ってますね。今まで覚えてる限りの対戦成績とか。多分さすがに勝ち越してるとは思うんですけど、まあ、あの言うて大幅な勝ち越しじゃないような気はしますね。結構これ意見分かれるんですけど、まあ、有利は絶対間違いないんですね、合気が。ただめちゃめちゃ有利っていう人もいれば、そうでもそんなに有利じゃないかなっていう人もいて、僕はそのすっごい疲れる、もう本当に眼瞬もう超逃げ回って疲れることをやれば、まあそこそこ勝しやすいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ただリターンの大きい行動を取るプレーじゃないので、なかなかそれを継続しきれるかどうかっていうのも結構集中力とかもいるの で甘えて自分から攻めていっちゃったりするともう全然きつくなるんで、まあ、そういう意味で言うと、まあ、多分有利だけどすごく疲れる組み合わせです、これは。駆け引きはい、まあ、基本は寄らせたくない、まあ、あのやっぱり合気ってその残空波動と、まあ、波動拳もかなり速いし、空中でヒットするとダウンしてしまうっていうのもあるので、まあ、ヒューゴー側はかなりその弾幕を避けながら近づいてくるっていうところになってくるので、こっちがその冷静にうまく球を打ち続けて、あとはまあゲージが溜まったら昇竜メッパとかできっちり落としきれるかっていうところと、まあ、相手がそれを逆にかいくぐるうまい飛びを見せて、で近づいた後のやっぱプレッシャーかけられた時はやっぱ合気ってあの、まあ、逃げる技もあるんですけど、一点読みされると即死しかねないので、まあ、その辺の読み合いですね。うまいこと噛み合えばほぼ近づかれても被弾しないんですけど、まあ、読みが的中した瞬間にほぼ死にかねないので、まあ、その辺はやはり見ものなんじゃないかなと思います。
まあ結構このゲーム人によって癖も変わるので、まあ集合戦自体は割と昔からイメージはできているので、そのやってる中で、まあ、その相手がどういう傾向にあるのかとか、どういう回避手段をしているのかっていうのを見て、まあ、ちょっと臨機応変に変えていきたいと思っております。さすがに負けたくないですよね。はい、というわけでよろしくお願いいたします。はい、いや、いろんな思いありましたね。3人分まとめてみていただきましたけどね、みんながみんな結構喋りたがりだから結構な時間かかりましたよね。結構長かったね、うん、でもそんくらい熱い思いだったことじゃないですか。そうですね、うん、はい、確かに確かに。やっぱね、関東住んでたら早尾ってマッチと、まあ、マッチは最初からやってたんだけど、うん、早尾ってなんかね、生きる伝説みたいなところがあって、うん、なんかあんまりね、対戦しなくてもできる機会がなかったから、ね、バナオとかはね、うん、本当に嬉しいんじゃないかなと思ってて、うん、確かに最初にやってたもんね。そう、本当その通りだと思ってて、うん、でバナオとかが、まあ、元気とかピエロとか、まあ、その世代、うん、その世代が強くなった頃って、まあ、早尾っても元気ちょっとやめちゃってて、うん、ね、で最近になってまだ復活してる感があるから、うん、だからまあ時代的にもバナオはこのコンセプトマッチは相当嬉しかったんじゃないか、うん、まあ、本人も今言ってたけどさ、うん、そういう思いがあるよね、うん、あとやっぱヒューゴって相当キャラ的に、うん、なんでこの組み合わせなのってぐらいきつい組み合わせで今回やらされるじゃんキャラ差はあるんですか。キャラ差はマジヤバくて、ゴーキは特にヤバそうだよね。うん、で電人竜もね、うん、一回俺大阪に、まあ、バナオじゃなくてクニっていう俺の弟子もバナオと同じ竜使いなんだけど、うん、それがまあヒューゴ、関東のヒューゴにはもう負けたの俺見たことないレベルで、うん、まあそしたら俺たちが、まあ、モンテに修行しに行ってるサードを、うん、でその時に早尾がまあファッと入ってきたの、うん、でまあいつも通りクニがヒューゴ戦やるじゃん。でなんかすげえいい勝負してるっていうか、むしろもうなんか5連敗とかし始めて、え、ヒューゴに負けてるの初めて見たって言って、あっち側行ったら早尾だったっていう。で電人竜なんていないわけよ関西に、うんうんうん、なんで対策できてんだっていうところもあるから、早尾の電人竜戦はかなり信用して見ていいと思ってて、うん、その時対策とかさ人強なんじゃないの、わかんない。でも僕ね、うん、神奈川のゲーセンにいた時に、うん、はい、この間来て100連勝してったみたいな話、うん、いやそれはちょっとこう流れてるでしょ。そういうなんかちょっと盛るよねプレイヤーたちに。なんかでもなんかその90年代トークいいな。90連敗した友達が泣いながら教えてくれたの、うんうんうん、連敗したな、一人で100いったと。いや違う、何人かで乱入してったんだけど、うん、はい、もう最初結局勝てなくて、はい、誠使いとかだよ、はい、で100連敗したっていう。マジか。でもね、本当に今からすごいもん見れると思うよ。うん、あんまさでとこない人はね、ちょっとわからないと思うんだけどね。ね、ワンチャンですかね、ワンチャン能力を見る感じですかね。うんうん、まずは、早尾さん対バナオさんの試合なんですよね、はい。この組み合わせはどういう感じになるんですかね。はい、これは、まず、うん、まあ、早尾さんが呼ばれた理由みたいな話になっちゃうんですけど、まあ、ヒューゴっていうのは、まあ、ザンギフっていうレベルじゃないぐらい鈍重なキャラ で、うん、で体もでかすぎて、うん、まあ、ジャンプ攻撃高めでも低めでも簡単に当たるし、うん、もうとにかく暗い判定がでかいし、まず歩きも遅いから地上戦って言ってももう地形みたいなキャラなんですよ、うん、だから塊、そう手伸ばすしかないみたいなその歩いて何かっていうことが、うん、一応ダッシュはあるけど遅いし、うん、ジャンプは高いし、うん、であとヒット確認コンボがない。確かに指導はパーム、パチン、こういうパッチンで17フレ指導なんですよ。取れちゃうぐらいだからね。そうキャンセルかかる技が小技だけで、つながる技はまあほぼない。確かに。EX 技1個だけ減らない技が、うん、壊し棒だけど、しかも打ち切りのやつがあるだけとか。でまあ体力は全キャラで一番あるんですけど、うん、そういうまあ大きな弱点がいくつもあって、うん、飛びジャンプ以降も遅かったけどマニアックなところであるんですね。うん、で竜の弱点っていうのもあるんだけど、竜の弱点、うん、悪いところっていうのが、うん、ほぼないと変わんないんですよ、ヒューゴ戦に関しては。で硬くて、ヒューゴって守りに入った時硬かったりして、はい、うん、こじ開けようとして打撃と投げのタック仕掛けに行ったりすると、うん、初めてヒューゴに対して危ないその、うん、スクリュー食らったりとか、はい、ブロッキングから2回転食らったりするんですけど、竜、うん、に関してはバナオは電人竜なんで、はい、電人竜ってことはゲージ貯めて、はい、電人波動拳っていうガード不動の技でピヨるんですよね、うん、でガード不動の技
技でピヨるってことは龍は逃げ惑ってゲージさえ貯めてればいいってことになるんで、龍のあのこじ開けるのが大変っていう弱点がないに等しいんですよ、この組み合わせに関しては。でなのであの電陣中足先端当てたりしゃがみ中パンパッパパッパ空振ったりとか、はい、追い詰められたら竜巻で逃げたりとかして、うんうんうん、ゲージさえ貯めれば、うん、ヒューゴ大ピンチで、うん、それをしのぐためにヒューゴが攻めなきゃいけない、うんうん、でそこに無理が来るはずなんですよね、はい、でしかもさっきバノが言ってくれたんですけど、うん、ピオラされたら全部しゃがみくらい、ね、ジャンプ攻撃、ジャンプ攻撃から全部しゃがみくらいで、うん、大パン大竜巻までしゃがみくらいするんで、うんうん、ヒューゴの一番いいところである体力が一番多いってところが、うん、あんま生きないんですよ。スタンスやすいから普通だったら9号スタンスすることないもんね。だからやばいですこの組み合わせは、うん、でもなんで早尾さんが呼ばれたかっていうとそれでも勝つからなんですよ、うんうんうん、でどうやって勝ってるか見物ですね。いや本当にこれどうやって勝つのっていうところはやっぱ本当にあるよね、うん、本当そうだよね、うん、早尾さんじゃなきゃ成り立たないからね、うん、この企画は、うん、あ確かにそう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 、うん、まあ、それを踏まえてですね、じゃあ、はい、どちらが勝つかっていうのを、アンケートを取りたいと思います、うん、まずはいやこれも早く見たいですね、はい、そうですね、早尾対バナオどちらが勝つと思いますか、アンケートどうですか、ね、これでも自分聞かれても迷うかも、うん、あ、マジですか、そんなレベルですか、キャラ差はどんなもんなんですか、キャラ差はさすがにかなり龍だと思うんですけど7とかじゃない そんぐらいでもでもこれはあの人差も考えてもらえるとまあちょっと答えが出る人差ね、はい、人差はじゃあ視聴者の方に人差は、ね、あじゃあ、はい、じゃあ両方ともじゃあ黒田龍対黒田ヒューゴだとどんぐらいのキャラ差になるんですか、いやだからそれ73、うん、73っていうか82とか出荷やったら8ぐらい勝ちそう、黒田龍8ぐらい勝つんじゃないですかね、さあどう結果出ますか、はい、どっち、はい、お願いします、おー、早尾さん逆に7さん、逆やべえ、俺数字見えない、69.7 だね、マジか、30.3、だから早尾さんの人性能が高いってみんな思ってるってことですね、うん、でもやっぱね、早尾はね、やっぱクーペとかでもいろんな伝説作ってきてるから、うん、やっぱね、うん、そこでそうね、うん、そうなんだよね、やっぱうん、まあ、早く見てみたいですね、そうね、うん、そうですね、じゃあ試合の方いきたいと思います、お願いします、します、